火内山は、妙高戸隠連山国立公園内の新潟県、糸魚川市と妙高市にまたがる、標高2462メートルの首木山塊の最高峰である。日本百名山、及び花の百名山に選定されている。東西に、緩やかな稜線を持つ山で、頂上付近は、傾斜がさほど急でないため冬季には、雪が、べったりとついて真っ白な姿を見せる。主峰のほか、西側に、やや低い影火打の峰がある。山容が、火打石に似ていることが、山名の由来であるとする説がある。江戸時代の、越後屋市に、山名の由来が記されている。難波山の南、妙高山の北にて、稜山の中間にあり、数峰の、剣板並び列れり、あても角石を並べた鉄るがごとし、ゆえに名付くという、越後屋市火内山は活火山の焼山と、成層火山の妙高山に挟まれた、穏やかな山容の山であるが火山ではなく、堆積岩から、海生動物類の化石が発見されている。小蓮華山等の飛騨山脈に属する山を除けば、新潟県では、最も高い。高谷家周辺の高層湿原などに生育する、白山小桜東隣の妙高山に比べ、白山小桜、妙高鳥株と、綿すげなどの高山植物が豊富である。高谷家付近には、天狗の庭をはじめとする地頭の湿原があり、登山シーズンには、多くの登山者が訪れる。山頂付近は、廃末帯で、その南南東稜線上には、雷鳥広場と呼ばれる場所があり、付近は、雷鳥の生息地となっている。雷鳥は、新潟県のレッドリストの絶滅危惧愛類の指定を受けており、周辺の山域は、日本の生息地の北限となっている。ニホンカモシカ、ツキノワグマ、オコジョ、オオタカなどの生息も確認されている。高八藩にある山小屋の高谷池ヒュッテと、キャンプ指定地一般的には、南側の笹ヶ峰ビジターセンターとキャンプ場が、併設されている笹ヶ峰より、往復や、妙高山と合わせて登られる。西側の焼山、金山、天狗原山を経て、雨飾山に至るコースもあるが、焼山は火山活動のため最近まで長らく登山禁止になっており、また、金山付近は、藪が深く一般的なコースではない。豪雪地帯のため山頂付近では、初夏の頃まで残雪が見られることがある。周辺の山麓にあるスキー場を利用して、春先に山スキーで登られることもある。山頂には石仏が祀られていて、見晴らしが良く、富士山、八ヶ岳、後立山連峰、能登半島、佐渡島などが見渡せることがある。山小屋とキャンプ指定地が2カ所あり、登山シーズン中の一部の期間に友人の営業を行っている。最寄りの山小屋は高八ヒュッテである。東隣の妙高山と西隣の新潟焼山を合わせた三山が首木三山と呼ばれており、その最高峰である。天狗の庭付近から望む焼山、影火内、火内山以下の河川の源流となる山であり、日本海へ流れる。南山麓を新潟県道39号妙高高原公園線が通る。ありがとうございます。